新居浜マリーナは愛媛県新居浜市の北東部にある新居浜東港に整備された海浜リゾート公園である。愛称はマリンパーク新居浜。入り口付近から臨海レジャー環境の充実を図って新居浜市が整備した施設。四国最大級のマリーナ、研修施設やレストラン、ブランブルーを備えたクラブハウス、人工砂浜、キャンプ場、 多目的広場などが順次整備され、2005年に完成した。年間5万数千人が利用している。小型船舶経流施設であるマリーナ地区は、2位は、ま、海の駅として、国土交通省の海の駅に登録していて、さらに2018年7月1日には、マリーナ一帯を港オアシスに登録し、マリーナのクラブハウスを代表施設とする。 港はシスマリンパーク新浜として交流拠点ともなっている。施設の中央に位置する地上2階の建物。建物外観は白と青を基調とした流線型デザイン。研修室、宿泊室、レストラン備える。宿泊施設の最大収容人員は140名。半円形の人工砂浜。海岸線の長さは300メートル。砂浜幅は24メートル。 ビーチバレーボールコートを備える。砂浜に沿うようにヤシの木が175本植えられていることからヤシの木ビーチという愛称が採択された。全面芝、バーベキューなどが楽しめる。桟橋、浮桟橋などの渓流施設が整備されている。渓流船舶数は約200世公園全体は正式名称である新浜マリーナより、 マリンパーク新居浜の愛称が定着しており、通常このマリーナ地区のみが特に新居浜マリーナと呼ばれる。グラウンド、バスケットボールコートがある。夜間照明完備。入口にあるモニュメントの灯台は新居浜本港に昭和12年12月1日に設置され、赤灯台は昭和61年12月に、白灯台は昭和62年12月に引退したものを、 保存されている。新居浜東港方面の路線バスは存在しないため、マイカーを利用しないものは注意が必要である。無料駐車場250台。ありがとうございます。